はい、どうも、こう、派遣です。ですね、まあね、昨日、動画、撮ったんですけどね、まあね、急遽ね、撮り直してるっていうね、まあそういう感じなんですけどね、まあそれはなぜかって言ったらね、画像がね、画像が消えた、じゃなくて、音声が、なぜか入ってなくて、はい。それでまあ僕の動画って言ったらまずその映像なしの動画が多いので、うん、その映像なしの動画やのに音がないっていうね、その何をね配信してんのかね、ちょっとね分からなくなってきてね、まあね、それね、ことの経緯をね説明するとね、まずね動画を出したんですね。それでまあ僕メインの編集した方の動画を見ようとして、まあ一応見返すんですよね、動画をね。それで見た瞬間に音声が出てなかったっていうねまあそういう感じなんですよね。はい、まあ音声ねなかったらねダメでしょうっていうね話がねまず一つなんですよね。でまあね、昨日何の動画をね出したかって言ったらね、去年のね、その口パッチ動画がねバズったっていうね、まあただそれだけのね報告動画っすね。1年僕のこのね動画のね、まあ、お得意のね1年記念をね知らせるね動画っすよね。まあそれでまあそれからバズった動画がバズったの動画がバズって1年経ったっていうね、まあ報告動画だったのを撮って、うん、出したはずなんですけどね、編集のねちょっとね不手際でね、そのね、動画がね、音声がね、再生されないっていうね、最悪な結果になってしまったんですよね、はい。ほいでね、まあ、こうやってね、久しぶりにね、昼間からね、動画をね、こう撮ってるっていう感じですよね、はい。ほいでね、まあね、1年経ったんですけどね、まあ、そのね、バズる前はね、チャンネル登録者数がね、確かね、9人だったと思うんですよね、はい。ほいでまあね、動画がね、バズってね、まあ、エボラさんっていうね、YouTuber の方にね、僕の動画をね、軽くね、紹介してくださったんですよね。まあ、勝手に紹介されてたみたいなね、まあ、そういう感じっすよね。それでまあ、それでね、それなりにね、まあ、1ヶ月ほどでね、確かチャンネル登録者数がね、100人、ぐらい行ったんですよ。確か今年の1月4日か3日か、それぐらいあたりにね、100人行ったと思うんですよね。ほいでまあ、現在ね、まあ12月の今日は何日だ、今日7日なんですけどね、まあチャンネル登録者数がね、164人というね、うん、まあこれね、何が言えるかって言ったらね、もう1年近く経ってるんですけどね、チャンネル登録者数がね、64人しかね、増えてないっていうね、もう始めだけって感じですね。初速はね、すごかったんですけどね。後からダラ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 増えていってるみたいなね。まあそういう感じっすよね。うん。まあ増えたのはね、増えたんですけどね。そのね、まあね、実を言うとね、もうね、夏ぐらいからね、もう160人ぐらいね、いたんですよね。はい。だからね、まあね、そっからね、増えたり減ったりしてね、ダラ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 やっていってね、結局ね、164人にね、落ち着いてるみたいなね。まあ、そういう感じですよね、うん。でね、まあね、結局ね、今年もね、チャンネル登録者数がね、200人をね、いかなかったっていうね、うん。まあ、そういう感じですよね、うん。まあね、なんか収益化も全然できてないみたいなね、感じでしたけどね。まあね、最初ね、100人になった時はね、これはいけるってね、まあ思ってしまいましたよね。はい、なぜかね、その増え方のね、勢いがね、すごかったんでね、始めらへんはね。うん、まあね、いけるって思ったんですけどね、もう全くですよね。うん、2020年、まあコロナとかもね、いろいろね、あったんでね、まあどう、芸能人の方々がね、そのね、新規参入してきてね、まあ、YouTuber の YouTube があんまり再生されないみたいなね、まあ、そういう感じですかね。まあ、その前から再生されてなかったと思うんですけどね、僕の動画は。ほいでね、まあ、まあ、来年はね、どうなるかなってね、思ってるんですけどね、多分ね、もう一
発ね、バズらないとね、これね、いけないと思うんですよね。はい。もう一発バズったらね、まあね、チャンネル登録者数がね、まあね、500人、600人ぐらいね、行くかな、みたいなね、感じなんですけどね。ほんまにね、あのね、そうね、やっぱりうまくいかないっす。はい。なかなかね、まあ、いかないようにできてますね、はい。まあ、昔はね、チャンネル登録者数関係なしでね、広告とかね、貼れたりね、したらしいですけどね。まあ、現在はね、再生数が、何やったっけ、ちょっと忘れたんですけどね、まあ、なぜチャンネル登録者数がね、1000人以上ないとね、収益化できないっていうね、うん、そういうね、うん、悲しい現実があるんですけどね、うん。でね、まあね、こう、だらだらね、まあね、喋ってもね、まあ、することもね、まあ特にないんでね、まあ、この辺でね、まあ終わりたいと思います。まあね、これからもね、まあ口パッチ動画とかね、こういうね、トーク動画メインでね、出していくんでね。まあでも今年はね、ちょっとね、動画、あんまりね、ちょっとやる気なかってね、まあ撮らなかったっていうのも、口パッチ動画で、まあ手脱ぎ動画みたいな感じでね、出してしまったんでね、はい。まあその辺のところはすいませんでした。まあ来年もね、まあまあ似たような動画をね出してね行きたいと思うんでね、まあこれからも応援よろしくお願いします。ここまで見てくれてありがとうございました。以上、コハケンでした。